鳥刺し、ウグイス界の歌合わせ。ウグイスが鳥籠に入っており、ウグイス界は台頭している。山上西殿の門前での、ウグイス愛、ウグイス海、ウグヒス海は、中世紀の日本に、かつて存在したウグイスを飼育、行商するもの、および飼育する行為である。現在は、鳥獣保護管理法及び、関連法令で保護されており、民間における、捕獲、飼育、販売。 輸出は禁止されている。野生のウグイス。平安時代、貴族社会で流行した歌合わせ、絵合わせ、海愛等の物愛の一つに、ウグイス愛があり、飼育したウグイスを持ち寄り、さえずる声の優劣を競うという遊びであるが、この頃には、産地からウグイスをもたらす人物がいたと考えられる。山城国クズ郡と丹波国の境にある山、あたご山産のウグイスをあたごとり、 同アタゴ群大元教産のものを、大原鳥と呼ぶ。平家人たちは、アタゴ派と大原派に分かれて、どちらが優れているかの議論に明け暮れていたとも言われる。1237年には成立していた、法年承人エデンには、うぐいすがふことを今しめている。室町時代、15世紀前半、ゼ阿弥の次男、関瀬元義が、父の芸君を書き起こした、書、猿学談義では、 政治の帝として、公職、爆益、大酒と並んで、うぐいすがいふことを禁じている。つまり、うぐいす愛などに寝さしてしまっては、芸語とは務まらない、という戒めである。15世紀末の1494年に編纂された、三十二番職人歌合わせ、の冒頭には、いい足気味なるものとして、鳥刺しとともに、うぐいすがいあるいは、うぐひす会として紹介され、うぐいすの入った。 小さな鳥籠を巨大な容器から取り出して、目の高さに持っている、台頭した老人の姿が描かれている。ウグイスはさえずり、粗末な小袖を着て台頭しない、鳥刺しも、小さな野鳥を手にしつつ、その声に視線を投げている。この歌合わせに乗せられた歌は、というもので、春に行われる、ウグイス愛で手元にある、あたご鳥を巣立とうとする、大原鳥に、どのように対抗させようか、 と歌っている。1520年代の京都の光景が描かれていると、される、落中落外図屏風にも、三条西殿の門前で行われる、うぐいすわいと、同家の当主、三条西金だらの姿が描かれている。うぐいすわいは、近世、江戸時代以降にも行われ、うぐいすがいにあたる職能は、同時代には、カイドリアと呼ばれた。近代、明治時代以降は、 1873年の超重量規則に始まり、現行の超重保護法に至るまで禁じられる方向となった。ありがとうございます。